皆さんこんにちは、マリリンです。本日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、私のマスク事情についてお話をしていきたいと思います。今回紹介していくのがまず、私が普段使っているマスク、それから小顔に見える方法、あとはマスクの除菌などについてお話をしていきたいと思います。で、私普段使っているこちらのマスクなんですけど、これがね、布マスクになってて、もう定番でね、使ってます。で、これは今一緒にチームでやってるアシスタントの子が教えてくれて、ネットで見つけたものです。あ、すいません、ちょっといきなり画面が切り替わりました。ごめんなさい。ちょっと一つ、今編集してて、ここちょっと追加で伝えたいなっていうものがあったので、今ちょっと言います。今って布マスクがいろんなブランドとか、あと企業から出てると思うんですけど、実際買おうとしたら倍率がすごいとか、あとやっぱ売り切れちゃうっていうこともあるじゃないですか。だからすごいいいマスクがあったとして、皆さんが同じマスクを買える状況じゃないと思うので、今回はマスクを選ぶ時の私なりのポイントについてお話をしていくので、皆さんがそれぞれ買う時に少しでも参考になればいいなと思っています。すいません、急に画面切り替わって。どうぞ、いつもの、はいはい、元に戻ります。機能面はそれぞれのマスクで備わってるという前提で、私が今回話していくのは見た目についての話になるんですけど、まず形は立体型を選ぶのがおすすめです。で、サイズももし普通サイズと小さめサイズがあったとしたら、私は極力小さめサイズを選んで小顔に見えるようにしています。そこが小顔見えではポイントになってるかなと思っています。私これ別でも布マスク持ってるんですけど、私はこっちの立体型のタイプの方が自分的に合ってるなと思って気に入ってます。で、このマスク、何がいいかというと、小顔に見えます。メイクしてマスクしてもすごく盛るって感じです。で、横から見た時もやっぱすごくラインが綺麗に見えるので、なんか横顔美人っぽくなるんですよね。横から見た時鼻が高く見えて立体感が出るから、すごく綺麗な横顔になります。マスクを使うからこそ綺麗なフェイスラインを手に入れるっていうこともできるので、私はこのマスクを使ってます。で、しっかりメイクの時はマスクが擦れても落ちないようなメイクをやってるんですけど、隙間があるのでリップがまずつかないんですよ。ナチュラルメイクの時は割ともうファンデとか塗らずに、上だけ、もう上半身だけ仕上げちゃってマスクつけるっていう風にしています。でもやっぱりマスクっていうと花粉が飛んできた時に少しでも和らげるためのものであったりとか、ウイルスが入ってこないようにするのがマスクの基本的な使い方だと思うんですけど、今回めちゃくちゃ皆さんにちょっと紹介したいものがあるので、これから紹介していきます。こちらです。ウルトラウェーブのマスク除菌ケースです。クラウドファンディングでは2億円以上の支援を受けている除菌ケースになっています。はい、このマスク除菌ケースの使い方なんですけど、蓋を開けると中はこんな風になっています。マスクを2つ折りにしてケースの中に入れて、蓋の出っ張った部分をマスクの間に挟みながら閉めます。ここの丸いボタンを2秒間押すと電源がつくようになってます。はい、で、これがね、本当見た目もすごいスマートでおしゃれな除菌ケースになってて、スマートサイズなのでカバンに入れて持ち歩くこともできます。で、充電式になってるので、充電ができていれば外出した際でもこれを持ち歩いて使うこともできます。やっぱりね、除菌はほんまに大切だと思うんですよね。やっぱ口に使うものやし、隅々まで除菌してくれるっていうところもすごく安心やなと思って、もうこれからも必要なものになってくるなっていうふうに思って、ちょっと今回皆さんに紹介させてもらったんですよ。今ほんと布マスクっていうのはすごい使われ始めてるので、子供たちや夫もやっぱ使ってるので、やっぱこれはすごくいいのかなと思います。やっぱ布マスク自体何回も使えるっていうところでもすごくいいし、何回も使う代わりにしっかりとね、これで除菌してあげるっていうのがすごく大切なのかなと思います。めちゃくちゃ魅力的やなと思ったのが、マスク以外でも除菌できるんですよね。例えばハンカチ、あとはスマートフォン、スマートフォンって一番菌がついてるって言われてるとこですね。
タンブラーとかあとコップ、あとは化粧品のパフ、スポンジとかパフと、あと歯ブラシとかも除菌することができるので、衛生面をしっかりちゃんとすることで安心できるなと思ってます。充電しとけばいろんなとこ持ち歩けるし、使い方も簡単なので、ぜひ皆さん気になった方は概要欄からチェックしてみてください。ということで今回はですね、私のマスク事情についてお話しさせていただきました。それではまた皆さんお会いしましょう。バイ。